先生、ペーパーレスは DX ですか？よく勘違いしている人がいるけど、違うんだ。そもそも DX は何の略か知ってる？わからないです。DX はデジタルトランスフォーメーションの略で、デジタル技術の活用によるビジネスの変革を表すんだ。ペーパーレスはなぜ DX と違うんですか？ペーパーレスは IT の導入だから効率化のこと。DX はデジタルの力を活用して、人の考えや行動がよりよく変わることなんだ。よりよく変わるって何？そもそも自分たちはどうよりよく変わりたいのかっていうゴールがないまま、IT を導入している人たちが本当に多い。例えば、呉服屋さんだったら、なんで DX したいかっていうと、接客や在庫管理でめちゃくちゃ忙しい。でも、できればお客さんの悩みに耳を傾けるための時間が欲しいよね。その時間があればお客さんの悩みを引き出して課題解決をすれば新しい価値が生まれる。時間が欲しいからよりよく変わりそうだから DX するんだっていう目的がないと DX 推進は意味がないんだ。だからペーパーレスや IT を導入しただけで終わるところが多いんだ。その通り。 DX は新しい価値や事業を生み出すための準備、そこが本質なんだ。 DX をした結果、時間が生まれて新しい事業が作れました。これは DX です。つまり変革しましたって初めて言えるんだ。だから DX をただの IT 導入と履き違えないでほしい。もっといろいろ教えてほしいです。だったら6月12日にニテラ日本特殊陶業市民会館ビレッジホールに来てほしい。詳細はホームページから。